単純暗記ものを何とかする講座皆さんこんにちはレックスエニッ講師の根本ですえここで私が1月から担当するこちらのまあ、暗記講座について説明をしていこうと思いますコンセプトもう丸暗記論点ってあるじゃないですかあれをできるだけ早めにやっていきませんかってことなんです直前期は直前期でやることっていっぱいありますよね でその時に丸暗記ものをごっそり残しておくとやっぱそれで学習スケジュールに影響を与えると思うんですだったら丸暗記ものは早め早めに取り組んでいきましょうよ具体的には少々試験どうやっても覚えなきゃいけない理屈はないどうやっても覚えるしかないよとといった論点がいっぱいありますやらなきゃ零点ですやりゃ取れるんですよ そういったところに特化してやっていきます例えばこんな論点もう誰もがねもう嫌でしょうがないという部分だと思うんですよねこういった丸暗記な論点だけを説明していきますじゃあどんなやり方でいろんな角度で脳に攻めていきます 一つ目は図表。比較することによって、あ、違うんだって形で脳に刺激を与える。理由付け。ルールの理由があればパンと入りやすい。演習。やっぱ解いて使う。使うことによって初めてルール身につきやすいんです。こういったように図表を使ったり、理由付けをしっかりしたり、 物によってね、じゃあこれこの問題やってみてってことを現場でやらしたり全部について全部の、ね、手法を取るわけじゃありませんこの論点は図表この論点は演習という形で使い分けをします一番脳に効くものを考えて皆さんに提示してきますそして最後の最後は力技です語呂合わせや印象に残る言葉印象に残るジェスチャー そんなことも使ってきます。もう頭に入ることが目的なんです。過程っていうのはどうでもいいんですよ。最後は力でもやってきますので楽しみにしてください。それでは講義でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。